早速辻ライブスタートしていきたいと思います。今はサマーシューズフェアの方を開催しております。ありがとうございます。早速見ていただきましてありがとうございます。今はとサマーシューズファンライブの方を開催しているんですけれども、こちらに合わせてワンピースを着てみたので、高さのあるサンダルを合わせてみました。で、今日着ているとワンピースはデーハムです。デーハムのちょっと肩にデザインがあるので、ちょっとタンクトップが見える感じでちょっと着てるんですけど、こちらにもちょっとデザイン性があるワンピースを合わせております。ありがとうございます。ね、ちょっとこのワンピース裾の方に前半のならではのこのトライアングルのあります。トライアングルのいつものマークがございます。かなり下の方なんでちょっと私も見逃しちゃったぐらいなんですが、ここにあります。合わせてるサンダルはグレーのサンダルです。何とかご紹介できるかもしれないんですけども、こちらの方がここまで深くなってるので、かなりフィット感があって歩きやすいです。すごく馴染みのいいキャンプを代表するサンダルなので、すごく馴染みも良く、最近ヒールなので安定感もありますね。歩きやすいです。もしサンダルなどちょっと他のも見たいよっていうのがあればリクエストしていただければご案内したいと思います。ちょっとミネトンカなどもご用意しているので、こんな感じですね。普段はちょっと置いてない、店頭には置いてないサンダルをご用意してましたので、こちらをぜひ。このピンクも可愛いんですよね。足元にピンクがあったら可愛いと思います。で、こちらはフラットですね。そして私がすごくおすすめのこちらは、ここでちょっと挟んで挟むことができるので、足から逃げなくてすごく履きやすかったなっていうのもあります。ちょっと編みになってますね。こっちもデザインでベージュソール、すごく軽いです。私が履いてるのはこのタイプですね。こちらのタイプを今履いております。サンダルに合わせてマロンフレンチのバッグも、ちょっと小物使いもいいんじゃないかなと思います。ちょっとチラッとまた回っちゃいますが、こちらのバッグもサンダルと合わせておすすめでございます。こちらはアトリエブルージュのバッグになります。で、こんだけ暑いのでワンピースも好評でございます。こんな感じでちょっとサンダルとワンピースと合わせていただいてもいいかなと思いましたので、ぐるりとご紹介させていただいております。では戻りまして、今日もすごく暑かったですが、季節的にはワンピースがすごく過ごしやすいです。先端の方でワンピースもご試着しながら、サンダルの方も履いて合わせてみてはいかがでしょうか。ぜひお待ちいたしております。本日も見ていただきましてありがとうございます。本日この辺で失礼させていただきます。ありがとうございます。